の、にわからです。ナレーションのにわかです。キャノンボールを買ってきました。ダッシュ4クローの影響ですね。早速組み立てました。うーん、なんか足りないです。キャノンボールといったらこれですよね。後輪でかいです。とりあえずキャドって3D プリントします。新しい 3D プリンターのおかげで柔らかい素材も気軽にプリントできるようになったのはでかいですね。この素材でやりたいこともあるので、それはまた別の動画で。タイヤができました。素材が柔らかく充填率の下げたのでクッション性があります。取り付けます。比べてみると本家はもっと大きいですね。これ以上大きくするとリアローラーに干渉するので、とりあえず走らせてみました。前後のタイヤ径が異なるので心配していましたが、後輪タイヤのグリップ力が弱いので大丈夫そうです。グリップ力が弱い割にはレーンチェンジも成功していていいじゃないですか。これはこれで面白いな。ですがこれでは満足していませんよね。もちろんです。それでは本題に入りましょう。ナレーションをお願いします。今回はキャノンボールのコンデンサー回路を作ります。コンデンサー回路はコンデンサーという充電池に電気を貯めて、それを放電することで一気に加速するという装置です。実現にあたって求める動作を設定します。一つ目はモーターを回転させながらコンデンサーを充電するです。ダッシュ4クローでは充電中でもタイヤが回転していたので、それを再現します。またこれによって走行中の充電が可能となります。実用性もアップして一石二鳥です。2つ目は充電完了後の放電への自動切り替えです。電子部品がコンデンサの電圧を監視して、一定の電圧に達したら充電回路を放電回路へと切り替えます。これによって手動の操作なしで充電からの加速が可能となります。ここの制御が今回の一番のポイントとなります。まとめるとこんな感じです。それでは早速実験していきましょう。まずはコンデンサの働きを見てみます。コンデンサはプラスとマイナスに接続するだけで充電ができます。電気を流します。コンデンサの電圧が上がってきています。電源を外します。電圧が保たれているので充電できているということです。充電したコンデンサでモーターを動かせるでしょうか。モーターが回りました。予想以上にしっかり回ってくれてナイスです。モーターを回しながらコンデンサを充電してみます。これも問題ないです。電源とコンデンサを直列につないでモーターを回してみます。勢いよくモーターが回りました。構想には問題がなさそうなので回路を設計します。どのような回路にするか考えましょう。まずは並列充電回路と直列放電回路の2つを書いてみます。直列放電回路の書き方を少し変えます。この2つの回路を重ねてみます。と言っても配線を1本だけ増やすだけです。この重ねた回路から配線の切り替えで回路の切り替えができることが分かりましたね。スイッチを取り付けて配線を切り替えできるようにします。これが今回の回路の基本構想になります。もっと複雑になると思っていましたが、簡単に済んで安心しました。このままだとスイッチ操作が手動なので、電気信号で操作できるスイッチに変更します。普段はトランジスタをよく使いますが、電圧効果を考慮して FET にしています。回路の勉強も今回の目的です。スイッチを置き換えました。あとはいろいろやって制御できるようにしました。こちらはスイッチ部です。電気信号によって充電と放電を切り替えます。スイッチ部を実験してみます。充電が開始されました。充電できたので放電に切り替えます。これは実験なので手動で電気信号を変えています。放電への切り替えが成功しました。まさかの一発成功です。これで FET も気兼ねなく使えます。つまりバックブレーダーの電熱板をハイパワー化できるということですか。それはまたおいおいですね。次は電圧監視部です。こちらはコンデンサの電圧を監視して充電と放電の切り替え信号を送ります。切り替えにはコンパレッタという部品を使っています。これはある一定の電圧を超えた場合にオンオフを切り替えるものです。まさに今回の回路にうってつけなので採用しました。ここも普段ならマイコンですが、勉強も兼ねてこうしました。こちらも実験します。コンデンサ電圧が 2V を超えた場合に充電回路オン信号が 0V で放電回路オン信号が 5V に瞬時に切り替われば成功です。
瞬時にってのが一番重要なポイントです。これはダメですね。じわじわと信号が切り替わっているので充電回路と放電回路がショートする可能性が非常に高いです。ショートしない場合でも充電が完了する前に充電回路がオフになりますね。回路自体は成功ですが、コンパレータの性質を見誤りました。勉強にはなったので満足な結果です。この結果を考慮してマイコンを使うことにします。回路を書き直します。マイコンを使うとこの回路の設計はいきなり簡単になります。マイコン出力は 3.3V ですが、信号には 5V 以上が必要なのでフォトカプラをかませています。フォトカプラもスイッチみたいなものです。信号用の電圧はここのつなげ方を考慮して 10V を予定していましたが、実験してみたら 5V でもいけたので DC-DC コンバータのサイズが小さい 5V で設計しています。マイコンの入力は 3.3V までですが、測定電圧は 4V を超えるため分圧をしておきます。ノリで書いていた箇所を修正します。いつもはフォトカプラにフルアップをかませますが、雰囲気的に失敗しそうなのでフルダウンにしておきます。こんな感じになりました。マイコンを使うので実験用にいい感じにコードを書きます。マイコンにはシードの車を使っています。小型なのはもちろんですが、ピンの入出力の自由度が高いので、実装基板図を書くときに配線優先でピンを選択できるのが気に入っています。ショート対策で回路の切り替えでディレイをかけています。それでは実験しましょう。ノーカットでどうぞ。ということで、自動充電放電切り替え回路が成功しました。これでようやくマシンの製作へと取り掛かれます。充電完了が遅すぎるのは大丈夫なんですか？充電完了電圧を下げれば問題はありません。次回は製作編です。着々と進めているので完成までお待ちください。不定期更新なのでチャンネル登録をして次回動画の通知を受け取ってください。今回は珍しくしっかりと実験をしたので大きな問題は起こらないと思います。それでも想定外が起こるのがいつものパターンです。うまくいくことを願っておいてください。それではまた。のし。